お、うえ、マジ、これはなんだ、すごい。ウイセス。はい、皆さんこんにちは、鋼でございます。本日も YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。本日はですね、ダンススタジオに来ております。そして彼はですね、なんとプロの、ブレイクダンスプレイヤーのアンドレイ君でございます。はじめまして、ダンサーのアンドレイです。はい、ダンサーのアンドレイさんです。実はですね、今日ね、アンドレイさんにですね、ブレイクダンスをなろうと思いまして、今回スタジオに来ております。本日のメニューはどんな感じでしょうか？そうですね、初めてっていうことなんで、まあ簡単な立ち踊りからステップを学んで、最後のブレイクダンスの基礎のチェアに挑戦してもらおうと思います。はい、皆さんチェアってご存知ですか？まあ、自身の体を支えるという非常に負荷の高いトレーニングなんですけども、早速やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。先生、お願いします。お願いします。はい、じゃあ最初に柔軟からしていきましょう。柔軟から。じゃまず首を前に落として、じゃあ反対ですね。で、こうなったら寄り戻ります。腰を振ってください。なんかブレイクダンスって4つの要素で生きてるんですよ。1つ目がトップロックっていう、こういう先やってもらった立ち踊りです。で、2つ目がフットワークって言われる、手を地面につけてこういうステップを踏んだり、はい、で、で、3つ目がフリーズって言われる、なんか田中さんが言ってくれた困難とか、困難とか、困難とか。で、最後はその体を持って踊れる、マークをする4つの要素でいきます。はい、最初に、じゃあトップロックからやっていきましょう。はい、じゃあ最初この状態になってください。じゃあ右足を左足の前に持ってください。で、戻す。左足を前に出す。戻す。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  OK です。じゃあ次は出すじゃないですか。はい、出すときに手を横に出してください。そうです。で、戻す。出す。戻す。よろしいですか？ OK、完璧です。じゃあ、最後にもう一つステップを加えます。これですか？出すじゃないですか。はい、次、ジャンプして戻ってたら軽く。で、出す。はい、ジャンプして戻る。出す。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 戻る。はい、完璧です。出す。本当はこれしかしないつもりだったんですけど、笑顔だったんで、もうちょっとステップやります。おお、サイドステップだったんですけど、見られてほしいんですけど、蹴って横、蹴って横っていうステップです。で、まず軽く説明していきますね。最初はこの状態です。最初、右足を蹴ってください。で、ジャンプして蹴ってください。横に蹴る。次も蹴る、ジャンプ、横、ジャンプ、蹴る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 、OK です。めっちゃなんかめっちゃオリジナル。かっこいい。じゃあ一応最後に蹴りもこうやっていきます。お、蹴るときに前にクロスを出します。で、入れ替えて前、せっかくなんで、フットワークで一番基礎の動きを教えていきます。6ステップっていう動きなんですけど、まず、膝をついてください。
で、手を肩幅広げて、指は外を向けて、つけます。で、そのまま足をハの字にして、ちょっと止めてください。はい。これが、ブレイキダンスの一番基礎の方になります。ニュートラルって言うんですけど。そうです。じゃあ、これで6ステップっていう動きなんですけど、ロッカー足ついて、この形に戻ってきます。ほうほうほう。じゃあ、最初にちょっとやっていきますね。まずは、右足を左足の一歩外ぐらいに置きます。なんですけど、金岡さん、こういう風に出してきてね。はいはいはい。じゃあ、ちょっと曲げて、本当にそうです。はい、そう感じです。じゃあ、次は、左足を右の膝ぐらいに引っ張ってください。ほうそう。で、右足を蹴って、そうです。じゃあそこまでお伝えしますね。最初の膝をつけて、ちょっと後ろ、そうです。もうちょっと後ろ。あ、そうですそうです。ちょっと広くて、じゃあ一歩きます。左手のちょっと後ろ、次ぐらいで、蹴って、はい、はい、そうです。はい、これ3です。ここまでで大丈夫です。次は、左足を引っ掛けます。なんですけど、この時に、点を一緒に入れ替えます。そうです、完璧です。で、右足を後ろに引く。で、左足を最初に陣を押してます。そしたら、最初に陣に戻るの分かりますか？オッケーです。めっちゃスムーズにやりましたね。次はクロコダイルロールってありますか。はい。じゃあ最初まず振り返ってほしいんですけど、はい、最初の形になります。1、2、3本目にいきます。今まで手で引いたことないですか。はいはいはい。次は引っ掛けずに前で置いてください。はいはいはい。そっから横でいろいろ一回やって、はいはいはい、足を入れ替えて、クロコダイルロールをやって、はい、足を入れ替えて、4、はい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 、6、うん、じゃあ1本目いきます。2本目、3本まで一緒。4本目で足を前に置きます。じゃあクロコダイルロールしていきます。で、左ついて、左をついたまま足を振り返ります。1回反対に戻って右でつきます。で、足を入れ替えて4、5、6、完璧ですね。1、2、3、4、クロコ入れ替える、クロコ入れ替える、4、5、6。今、クロコダイルロールでジャンプしていただけないですか。次は、じゃあ蹴ってください。こうで、戻して回って1回、最初の位置を取ってもらって、1、2、3、前出してクロコダイルキック、右足つけて左手つけたまま入れ替えで、反対クロコしてキック、6、入れ替える、そのまま4、5、6、完璧です。じゃあどう2種類をチェアしましょう。チェアって2種類あって、前に刺す方のチェアが横に刺す方のチェアがあるんですよ。はい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 。で、なんで、横の方を入れましょう。はいはい。横もさっきと同じで、まず、お腹を刺します。はい、顔と指の向きは90度。はい、そのまま、ここにスーッとずらして、はい、横の巻き込まないでください。そのまま、手を手につけて、左手を置いて、斜めついてください。あ、あ、そうです、そうです。はまった。これはまった。うん、そう。で、しっかりと
あ、完璧。 OK です。はい、じゃあ次のセットいきます。肛門の横まで肘は座ってる、頭をつける、うん、じゃあ右足は前に持ってください、はい、こうで、左足を上げてください。はい、そうしたらこういうのポーズができます。そう、あ、できてる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 、そう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 、そうです。じゃあもしもできるならチェアを刺す、出す、やれ、ちょっとコンコンってやったらいいで、上げれそうと思ったらこれです。おお、そう、できた。1日目できたやつ初めてらしいです。え、ほんまに前から練習してませんでしたよね。してないです。筋肉だけじゃなくてレベルアップしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。お願いします。そしてアンドレさんですね、 YouTube アカウント持ってるんですよね。持ってません。はいはい、で YouTube とかあるので、ぜひ先生のダンスをしている姿もご覧いただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。概要欄に貼っておきます。では最後にアンドレ先生のスゴ技を見せてもらって
終わりたいと思います。はい、アンドレイ選手のスゴ技。おお、でさ、ウィンドミル、すごすぎる。おお、まだ行く、すごい。おっ、うえマジこれはなんだ、すごい。ありがとうございます。すごい、足をかけて